生ビール350円って安くないですか、ね、結構あの酸といえば朝ラトっていうことで売ってるんで朝ラトやろう、最高の瞬間を覚えてないって不思議なもんね。海沿いでね、あっちゃんにインタビューを無理やり取らされた時に出てたんです本当の対応ってそれを覚えてないっていうね、最高の時を覚えてないんだなっていうのを学んだインタビューでした。ほんまやな、今日もなんかそういう人が出たらいいなと思って。まとめたできて、じゃあそろそろ1曲やりたいと思います。朝ラト、じゃあ展望をちょっとなんか一人で最初にソロをちょっとかましたいっていう響きが聞こえたので、展望もパパになるんで、はい、はい、